はい。冒険家の皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今日はですね、昨日のビデオの続きです、えー。昨日はこういうビデオを作りました。オンラインで簡単に作文を添削しましょう。えー、ここでは、Google ドキュメントで、Google ドキュメントを編集モードで、えー、学生が教師に共有して、で、それを教師が提案モードで、えー、編集するという、そういう方法をご紹介しました。 この方法は、どのように直せばいいかを教師が分かっているときにはとても便利なんですが、どういうふうに共有して、あの、編集していいか分からないときは、あの、あるいは学生の、えー、作文を教師が直したくない場合、直接直したくない場合、ちゃんと学生に考えてもらって、えー、学生が自分で、えー、直すような、そういうことを え、教師が求める場合は、コメントモードで、え、あの、共有するといいです。学習者がコメントモードで教師に共有します。今日はその方法をご紹介します。前半は、えー、昨日と同じなので、忙しい人は早送りしてみてください。はい。では最初は、学習者の立場で、えー、あの、操作する方法をお見せします。はい。えー まずですね、今、Chromebook じゃなくて、そのインターネットブラウザーの Chrome を開いています。もちろん Chromebook でも同じです。ここでこ、あのキーボードのコントロールキーと T を一緒に押します。そうすると、新しいタブを開くことができますね。で、この今、アドレスバーにカーソルが行っていますから、そこで、えー、え doc、あ、間違えちゃ doc.new というふうに、 入力してエンターキーを押します。そうすると Google ドキュメントの新しいファイルを書くことができます。はい。で、ここでですね、えー、まず学習者が何か作文を書きます。はい。まあ、ここでは、あの、えー、例として、僕の今朝のブログの、あの、三段落、最初から三段落をペーストしてみました。はい。 えー、ここではいくつか間違いがありますから、えー、それを教師がこれから、あの、転数するわけですね、えー。なので、まず学生としては教師に、えー、このファイルをシェアしなければいけません。なので、右上のシェアのボタンを押します。はい。あ、そう、シェアする前にネーム、名前を付けてた方がいいので、作文1月29日みたいな感じで、 え、名前を付けました。はい。で、そうして、えー、学生は、あの、最近の学生はメールをあまり使えませんから、このメールアドレスよりも、こちらのリンクをシェアする方法を、えー学、学生さんに紹介するといいと思います。はい。で、ここをまず、ポチッと押しました。そうすると、最初は、えー、もう完成したものを見るだけのモードになっていますで。これでは、あの、コメントをすることもできませんから、えー こちらのコメントモードで共有しますね。昨日はこのエディット、キャンエディットの方で共有する方法をご紹介しましたが、今日はキャンコメント、えー、こちらを、えー、選びます。で、はい。で、ここが今変わりましたから、この、えー、リンクをコピーするというボタンを押します。はい。これでリンクがコピーできました。で、この後で学生さんは、えー、教師に、えー、例えば、ライあのー、LINE とか、 WhatsApp と,とか、Slack、えー、とか、Discord とか、何でもいいんですけど、この、えー、リンクを教師に送ります。はい。そこまでが学生のやることです。ここから先は、えー、教師の立場で、えー、見てください。はい。今、私は、えーえー、学生から、あのー、作文のリンクを受け取りました。で、そのリンクをコピーしたところです。はい。で、えー で、今ですね、またクロ,あのクローム、インターネットブラウザのクロームを開いて、新しいタブを開きます。コントロールキーとタブ T を一緒にいあの押して、新しいタブを開きました。そして先ほどコピーした学生の,あのリンクですね。学生からもらったリンクを、えー、コントロールキーと V を一緒に押して、ペーストして、エンターキーで、えー、入力しますね。はい、えー。これがですね、あの、 教師として見る、あの、学習者の、えー、作文です。はい。で、あのー、これはですね、今日は、あの、学習者として作ったオリジナルのファイルのアカウントが僕ですし、今ここで見ている、えー、教師として見ているアカウントも僕も同じアカウントなので、実はここでは編集もできてしまいます。しかし、えー、さっきと同じように、別のアカウントに、えー、コメントモードで、 えー、ファイルを共有したときは、えー、教師は学生の、えー、作文を編集することはできません。ただ、コメントすることができます。はい。えー、ではですね、例えば、えー、直したいところがいくつかあります。えー、これ、機能っていう意味ですよね。で、ここ、ここ、このように選択すると、ここにポチッと、えー、えー、っと、コメントを追加するというボタンが出てきますから、それを こうやって押しますね。で、ここで、あ日本語にしましょうね。はい。えー、昨日ですかと書いて、コメント、この青いボタンを押します。はい。それから、えー、ここは授業なんですよね。はい。授業っていうのは、ちょっと、あの、先生が言ってる話ですから、授業だろうと、えー、想像して、 というふうに、えー、はい、えぇ、ー、こういうふうに、あの、コメントしました。で、えー、っとですね。はい、もうこれで、あの、これは、あの、学習者の方も同時に、これが、えー、あのー、 同時に学習者の画面でもこれが表示されています。今ここまでが教師の立場でしたが、今度はまた学習者の立場に戻ってオリ、オリジナルの画面、オリジナルのタブを開いてみましょう。はい。これがさっき送ったところですね。はい。はい。このように、えー、先ほど別のタブで開いた、あのー、コメントした内容がここに表示されています。例えばですね、今ここにカーソルがある、ある,あるので、えー、 ここで両方ともアクティブになっていませんが、こちらをカチッとクリックすると、このように、ここにカーソルが戻ってきます。それで、えこれコメント機能ですかというふうに書いてあったので、えそのように直しますね。あ、実際にその、こういうふうに間違っているので。あ、間違っちゃった。あすいません、今リプライのところにあれがあってましたね。はい。じゃあ、ここを。 昨日というふうに直しました。元のところを削除したので、えー、あの、こちらのコメントもそのまま削除されてしまったわけですね。はい。で、えー、今ちょっと見えないですけど。で、今度はここのところです。はい。これも授業、授業が授業にコメントされています。これ、あ、実際にその通りだなと思ったらもう解決というボタンを押してもいいです。はい。で、これを解決のボタンを押して、その後で、ここを、 授業という,ふうに直すすわけです、ね、で、ね。今ですね、あのあの解決のボタンを押しましたが、そうするとそれも、えー、教師のアカウントにメールで通知されます。えー、学習者が解決のボタンを押しましたという形で、えー、通知が届くわけですね。はい、えー、で、このようにあの Google ドキュメントには、えー、昨日紹介した編集モードで、えー、共有して教師が 提案モードで添削するという方法と、えー、学習者が、えー、コメントだけするモードで教師に共有して、えー、さっき見今見せたように、えー、教師がコメントだけする。で、実際に作文は、えー、学習者が自分で添削する、あ直すというですね、えー、そういう方法の2つがあります。はいえー、どちらがいいかは皆さんがあの選んでくれればいいと思いますね。はい、このように、えー、オンラインで、えー 作文の添削ができるようになると、その分、えー、教室に集まって、えー、他の人の病気が移ってしまうことを防ぐ、えー、効果があります。えー、こうやってですね、えー、皆さんの学生さんの命を守ってください。はい。それでは今日の、えー、ビデオはここまでにします。失礼します。